篠宮車庫四宮駅は、京都府京都市山科区篠宮堂の後町にある、京阪電気鉄道京神線の駅。駅番号は OT、OT32。特林案の北側に、人名天皇の第四巫女、佐根康新郎の山荘があったことが、篠宮の地名の由来と言われている。島式、単式の複合型に面三線のホームを持つ、地上駅。改札口は、 端式の京都方面行きホームの琵琶湖浜大津寄りにあり、反対側にある島式の琵琶湖浜、大津方面行きホームへは、構内踏切で連絡している。駅の北側に、京神線の車両基地である、篠宮車庫が設置されている。琵琶湖浜大津方に Y 型折り返し線がある。地下鉄開通以前のダイヤでは、普通列車が頻繁に折り返しに用いていた。 ホーム有効長は4両。ホームが3線以上あるにもかかわらず、案内状の乗り場番号表記がない。ただし、駅管理上での番線番号は一応存在しており、車庫側のホームから番線番号がカウントされ、上り用の島式ホームが1.2番線、下り用の単式ホームが3番線とされる。琵琶湖浜大津方面行きについては、通常は駅舎側のホームのみを使用。 反対側のホームは入出庫列車及び当駅始発列車が使用する。地下鉄東西線開業前日の1997年10月11日までは、京阪京新線は、準急と普通の2本立てで運行されていた。そのため、3条までの先着列車が1時間あたり8本存在していたが、地下鉄開業に伴う、 翌12日の改正で普通のみの1時間あたり4本となり、当駅と京阪山品駅においては減便となり、2018年3月17日の改正でさらに減便されて1時間あたり3本となった。現在も当駅を始終点とする列車が少ないながらも設定されている。1日2575人京阪100年の歩み資料編より、 滋賀県大津市との県境付近に駅があることから、両府県からの利用者がいる。参考文献系半電鉄発行の沿線情報誌、K プレス2012年10月号掲載、気になる、あの駅散策マップ。ありがとうございます。